こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、ククルス・ドアンの島現在公開中でございまして、私もね、今週は劇場に足を運ぼうかと思うんですよね。まあ、それでね、ちょっと怖いのがね、やっぱ感極まるんじゃないかなって気がしますね。私と同じ年代の、まあ、40代50代を中心とする、まあ、ファーストファンの皆さんの中には、ファースト以外はガンダムと認めないというガンダム原理主義者っていうのがいるんですよね。まあ、私もその一人なんですよ。ゼータガンダム以降ほとんど見てなくって、まあ逆襲のシャアは一回見たかなっていうところなんですけどね。あれはまあアムロとシャアの最終回という位置づけで私思ってますんで、ちょっと見たかなっていうところです。ただ繰り返しは見てませんね。さあ、そしてですね、今回気になる発言がありました。それはアムロ役の声優の古谷徹さんなんですけども、ファーストガンダムの他のエピソードもね、ぜひやってみたいというふうに舞台挨拶で言われていたんですよ。そしてこのククルス・ドアンの島、興行的にも大成功ということで、最初の2日で3億円突破、3日か4日だったかな、まあ何にしても1週間経たないうちに3億円突破してるわけなんですよ。いや、この売り上げを見るにね、十分なこれ、まあ、回収もできてますし、次回作へのストックもできるんじゃないかなと思うんですよ。そしてこれからグッズの販売ですとか DVD の販売、これも控えてますしね、ブルーレイもあるでしょう。その他オンライン配信もあると思いますので、まだまだね、繰り返し映画を見たいというファンもいると思います。まあ私も一回きりじゃなくてね、何回も見てそのストーリーの深みを味わっていたいと。と同時にですよ、オリジナルの第15話、まあいわゆる作画崩壊ですけども、あちらの方はね、さらに楽しめるんじゃないかなって気がしてるんですよ。岡田斗司夫さんの解説も今回のククルス・ドアンの島の実現には大きく寄与してると思いますしね。というところでね、次回のこのファーストガンダムのリメイクなんですが、いや私はね、大西洋血に染めてが候補に上がると思うんですよ。というのがまずね、声優陣ですけども、まあアムロはもちろんなんですけども、声優陣でサブキャラクターで今元気に活躍してる方の中に、その甲斐自然役の声優さんがいらっしゃいますよね。諸星あたるの声もやってますけどもね、オリビエ・ポプラもやってますよね。あの甲斐自然、まさに声優でありながらどのキャラクターをやってもそのキャラクターが大体同じね、生き方っていうか、ね、性格っていうかね、面白いですねこれもね。さあ、それでね、甲斐が主人公ともいえるあの太平洋を血に染めて、これもなかなかいいストーリーなんですよ。ここに出てくる主人公としては美春っていうのが出てきますよね。美春っていう、これ10代の女の子だと思いますけども、まあいわゆるね、戦災孤児の部類に入るのかな。まあお父さんお母さんは戦争で死んでしまって、美春っていうお姉ちゃんが幼い妹と弟をまるで母親のように育ててるわけなんですよね。だからこれもね、まあ戦争の悲惨さとかね、そこにある愛情とか矛盾っていうのを大いにはらんだククルス・ドアンと並ぶ名作だと思うんですよ。でもちろんこちらの太平洋を血に染めてっていうのは、あのククルス・ドアンの島のストーリーみたいにね、いわゆる捨て回ではなくて、きちんとストーリーの中にがっつりと入っていた回なんですよ。まあ、ちなみにククルス・ドアンの島も捨て回ではなくて、最終回に重要な伏線を残していると言えますけどね。プラスアムロがこの後脱走するんですけども、そこにも伏線となるはずの回だったんですけどね。はい、というところでね、大西洋血に染めてが私は次回作の候補に上がるんではないかなと思いますし、まあ、これは私の願望ですね。ぜひあの大西洋血に染めてをもう一回今のテクノロジー、今のクオリティで見たい。そしてできればね、叶わないことですけども、美春には生き延びておいてほしいなと思うんですよ。まあ、そうなるとあのストーリーっていうのは成り立たなくなっちゃいますけども、私の切なる思いとしては、甲斐と美春がね、5年後10年後20年後いや、どんな2人のストーリーを奏でているのか、これはね、ジョジョの奇妙な冒険ではないですけども、宇宙が一巡した後美春が生き延びていたらという形で甲斐と一緒に過ごす、そんなね、未来をね、どっかで見てみたいなって気もするんですよね。まあこれは絶対に実現しないでしょうけども、まあ、どちらにしても大西洋を血に染めての回をぜひ今のね、ガンダムファーストのメンツで
安彦義和で実現してほしいなと思うわけなんですよ。これ本当に今企画が立ち上がってファンの声が上がれば、おそらく2年後3年後にはまた劇場版で出てくるんじゃないかなと思います。最短でね。いかがなもんですかね。大勢を血に染めてこれが映像化されると嬉しいなと思います。まあ、その頃私もね、確実に50代になってると思いますけども、でも同時にうちの2歳の大和くんときっと見に行けるんじゃないかなと思います。まあ、とにかくね、大勢を血に染めてはコンテの段階からもうね、いい話すぎるんですよね。でもそのいい話ってのが実際に人が死んでしまうっていう結末になるのは本当に悲しいけど、これ戦争なのよねってことにもなりますし、そうですね、カツレツ吉歌の3人組と名もなき三春の弟妹あの2人、ここが妙にあぶり出されて何とも言えないなってことです。それからね、この大西洋を血に染めての回で、主人公とも言える海市伝、彼の中にものすごくね、大きな価値観の変化、生き方の変化が訪れたんですよ。それまではなんとなく遠回しに否定的だった、なんかね、皮肉屋の海市伝だったんですけども、ついにね、この大西洋を血に染めてで無理やり軍人にさせられたっていう意識から、いや自分は軍人なんだと、ここで俺は仲間を守っていくんだっていうふうな意識に目覚めたとも言えるんですよ。それからの会、三原を失って会はもっともっと強くなり、まあ多くの戦場に旅立っていき、同時に戦争を憎むようになってね、そしてその後はジャーナリストという、まあ最も会自然らしい未来に向かっていくのかなと思ったらね、本当によくできたストーリーだと思います。大西洋を血に染めて、まさに海自然が大きく進化した回になるんではないかなと。そして同時にそれをリアルタイムで見ていた私たちの中にも大きな人間としての変化と成長をもたらしてくれた、まあ、そんなエピソードじゃないかなと思いますね。それでは大西洋を血に染めてのリメイク劇場版を期待して今回の放送を終わりたいと思います。ありがとうございました。